我が人生は愛と喜び作品263はヨーゼフ・シュトラウスが作曲したウィンナ・ワルツ。現代の直訳は我が履歴書は死愛と欲望である。ワルツ、水彩画と同時期の作品である。ウィーン大学の学生たちのために作曲され、1869年2月7日に宮廷大舞踏会場学生舞踏会で初演された。演奏後に 学生たちの喝采が鳴りやまなかったため、続いて演奏される予定だった、ポルカマズルカ、からかえの出番を翌日に追いやったという。なお、この日には、弟であるエドゥアルト・シュトラウス一世の、ポルカ・フランセーズ、学生のタワー群れも初演され、こちらも好評を博したという。ただし、フランツ・マイラーの研究によると、我が人生は、愛と喜びの初演に関してのウィーンの新聞の記事は、 ほとんどなく、1869年2月7日に、どの曲が実際に演奏されたかはわからないという。確認されている、唯一の批評は、フレムデン、ブラッド紙による、次のようなものである。好評だったか不評だったか確かなことはわからないが、いずれにせよこのワルツはその後すっかり忘れられた。しかし1931年のドイツ映画、会議は踊るにおいて、 無名の作曲家の古き良きウィーンのメロディーとして劇中音楽の一つに戦慄の大部分が取り入れられた。これが契機となって広く世界に知られることとなり、さらに作曲者がワルツ王の弟のヨーゼフ・シュトラウスだったことも思い出され、今日では天体の音楽やオーストリアの村燕などと共に作曲者の代表的なワルツ作品の一つに数えられている。助走。 5つの小ワルツ、こうだからなる。演奏時間はおよそ8分。なお、初演の際に演奏されたのは、原点第1版で、現在演奏される、第2版とは、強弱、一部の音程、スラー、スタカートなどで、かなりの違いがある。原点第1版では、最初の第1ワルツ A の出だしが、ピアノで静かに、1オクターブ低く演奏される。 学生舞踏会に検定されたワルツであるため助走にはドイツの学生か午前中にが引用されている A パートお使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません音声ファイルをダウンロードをお試しください B パートお使いのブラウザでは音声再生がサポートされていません音声ファイルをダウンロードをお試しください A パートお使いのブラウザでは 音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。コーダには、女装と同じように、ドイツの学生か、酒の歌が引用されている。なお、我が人生は、愛と、喜びという曲名はこの、酒の歌の歌詞の出だしの部分から取られたものである。映画、会議は踊るでは、ダスモスアイに STCK フォムヒンメルザインという、 曲名になっているが、日本語では、新しい酒の歌という放題が付けられた。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、ABC コンドー P27、ウィーンフィルニューイヤーコンサート2014曲目解説、カラカヨ参照。シュトラウスピアのエディションディスク3に収録。 シュトラウスピアノエディションディスク 3CD ノーツハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w l i d e r a r c h i v d e スラッシュマインレイベンスローフイストリーブントラストミディ MP3502240HTML ありがとうございます